でよ。小麦、小麦、おい、小麦、小麦、小麦、全く反応してくれない。さあ、初出勤向かいたいと思います。いやー、ちょっとゆっくり今年は本当休めたので、まあまあ疲れも取れていい感じで初出勤向かいたいと思います。さあ、仕事場に向かってレッツゴーです。なかなか車が温まらず寒い。はい、どうもダレモンです。とりあえず新年早々神宮外苑イチョウ並木までやってまいりました。まあ昨年はいろいろありましたが、今年は本当にいい1年になるよう頑張っていきたいと思います。まあね、なんかと言いながら昨日もなんかバランスを崩して車椅子から思いっきり落ちて腕を負傷しているのですが、ちょっと今年はちょっと真剣に筋力アップしないと、もう年も年なのでまずいかもしれません。まあということで、新年一発目の挨拶というかなんというかこんな感じですが、とりあえず今年1年どうぞよろしくお願いします。ということで仕事場に向かいたいと思います。しかしまあなんか最近車椅子からよく落ちるようになってしまったんですよね。うん、なんか筋力が低下してるのかなんか分かりませんが、ちょっと本当気をつけないと大事故につながりそうなので、筋力アップ今年は頑張ろう。確かあれドコモですよね。仕事現場に到着です。はあ、とりあえずちょっと仕事頑張っていきたいと思います。仕事をしようと思ったのですが、今年そういえば初詣行ってないなと思って、須賀神社までやってまいりました。提灯に電気がついてて綺麗だわ。最近ほんと全然来なかったんで、とりあえず行ってみよう。はい、いつも通り綺麗だね。血の幕ぐりはしたいけど、ちょっとあの段差は車椅子ではきついので無理だね。そして月も綺麗に出ています。まあここからですが、ちょっとは入れられませんが、まあ、ちっちゃい隙間いつも思うんですけど、再生できるとこなのかな、どうなんだろう、ちょっと分かんないんで、あそこ入れちゃうとまずいから帰ろう。はい、仕事も終わり無事家に帰ってきました。そしてただいま小麦くんと部屋でのんびりくつろいでおります。小麦くんは寒いんですかね、なんかストーブの前で暖を取ってますね。寒いんですか小麦くん。相変わらずの虫です。そして夜ご飯の時間になりました。今日の夜ご飯は何ですか。キムチ鍋ですか。これはへえ、キムチ鍋に見えた。はい、とりあえず今日も何事もなく一日は過ぎていきました。はあ、仕事も行ったんですけど、まあまあまあ何も変わりはないですね。はい、まあそんな感じで今日の Vlog はこの辺で終了したいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね、評価どうぞどうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。